続いては堀さんの先輩からメッセージがあるそうです。堀さん、宮瀬さん、おはようございます。東京クラス MC の久保純子と島田秀平です。堀さんとはね、はい、NHK 出身ということで交流をテレビを通してさせていただきました実際にお目にかかったことはないんですよ。まだない、はい、そうなんですよ。でも同じ釜の飯を味わったということで、ね、釜の飯ってまた言い方古いですねそして明日の東京クラストなんですが、パラリンピックが10倍楽しくなる1時間スペシャルでございます。そうですよ、もういよいよ開幕ですからね、はい、パラリンピックの競技と注目選手を徹底的にガイドいたします。はい、私たちも経験したんですよね。楽しかったですね、こう真剣勝負してますのでそうなんですよ、負けず嫌いなんですよ。いや、あんなことないでしょだってバスケの腕前すごかったもん、やっぱり元バスケ選手何おそこもしっかり皆さん見ていただきたいと思います。崖に高い背じゃないんだよね意味がありますよね、はい、東京クラストは明日朝7時30分からの放送です。お楽しみに。久保純子先輩が NHK に入局された頃は、はい、大体僕が中学生から高校生ぐらいにかけてね。そうです、はい、そうです。で1996年に東京アナウンス室、夜のニュース増平さんとかとやられてましたけど、あんな可愛い NHK アナウンサーがいるのかとビビりましたけどね、はい